一度食べたら手が止まらない無限白菜漬けの作り方。白菜はですね、芯の硬い部分を切り落として包丁でね、2、3センチの幅に切ってもいいです。こちらを袋に加えていきます。お塩ですね、白菜全体にお塩をなじませ、塩が全体になじめばよく揉み込んでください。平らにしてあげまして、バット乗せて重しを乗せてあげます。15分から30分ぐらい待ちましょう。白菜のかさが減りしなしなになってますね。水を入れたボウルに白菜を入れていきます。塩をお水でしっかりと洗い流す。ザルに白菜を移して力強く白菜を絞ってください。再び袋に加えまして、味の素顆粒コンソメよーく揉み込んでください。そしてこちらをですね、冷蔵庫で寝かせましょう。一日漬け込んだのがこちらです。マチョマチョマチョ